皆さんこんにちは、土井ちゃんです。たくみです。今回はですね、たくみくん、はい、スピードの変化でボトルは何キロまで取れるかっていう、僕らまあレースの頃ね、速いスピード域で取ることもあれば、ね、上りの、ね、補給所もあって、いろんなシチュエーションがあったと思うんですけど、視聴者の皆さんおそらく何キロまで元プロ選手はボトルが取れるのか、これ多分気になってると思うんです。気になるね。なので僕のパターンと匠くんのパターンで、今回は20キロ、30キロ、40キロで、40キロが取れたら45キロ、50キロと増やしていく、そういった形で、まあ、検証していこうという感じでやっていこうと思うんですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。僕もあの監督時代結構ボトル渡したんで、ですよ、ね、渡す方も自信あるけど、ちょっとトルコは最近やってないんで、あ、自信ないかもしれない。僕もやったことない、まあ、とりあえず、ね、うん、はい、じゃあということでね、あのスピードを20キロ、30キロ、40キロでまずは、見ていきたいなというふうに思います。それではやってみましょう。じゃあ20キロ行ってみましょう。あ、これ20キロ。ちょっとこのぐらいのスピードだよね。補給はこのぐらいだよね。成功。こんな感じ。まあね、そんな難しくない、20キロはね。なのでとりあえずこの辺はさすがに楽勝かな。ということで次は30キロ行ってみましょう。おー、30キロちょっと早いぞこれ。結構早いよこれ。成功。まあ30キロちょっと早くて怖かったね。これ次40キロ行くけど取れる自信ないな。まあでもやってみましょうか。それでは40キロ行ってみましょう。膝使ってこれ、膝使わないと結構やばい。ほい、成功。意外と取れるねこれ。これまだまだ行っちゃうねこれ。結構危なかった。危うかった。誰でいいよとして。痛え、手が痛え。いや取れちゃうね。次50いけちゃうかもね、これね。50いってみましょう。50。いや、たくみくんの渡し方もうまい。いけるいけるいける。何でもいい。もう渡す方も結構センスいるんで、僕うまい方なんで。もっちょもっちょもっちょもっともっといっていいです。もっといっていいです。無理やな。ちょっと早すぎるわ。手首がいって。手首、あと何分くらいありますか。もう一回行こうか。さすがにやばかった。手が定まんないんだよね、早いと。無理だね、ボトルが飛んでっちゃうね。まあしょうがないね。とりあえず45までいけたから、この後の匠くんがどれぐらいできるか、まあバーサスみたいになってますけど、まあどれぐらいに違いがあるかみたいなもんね、見ていきたら思います。それでは匠くん、次は君の番だ。いやー、これ取れねえ、ドキドキすんな。あー、来た。大丈夫かな、たくみくん。取れるかな。どうぞ。よし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 。おっ、おっ、あー取れた。しょ。取らないとね。本当に。かっこつかないよ、これ20キロ取れなかったら。あー、でもちょっと怖かったな。30キロか。よし。やるべ、次も取りますよ、ちゃんとね。取る方もうまいよね。相性ありますよ。相性ある。渡す人も下手だった時に、俺あんまり上手くない方だけ渡すの。はい、行くよ。はい、
パチッ、あーあー来た来た、パッ取りやがったぜ畜生。シュッ、また取れました。結構もう衝撃がかなりさっきの10キロで変わってるんで手にガッてくるのでね、また10キロ上がったらまたもうちょっとくるからな、取り方ちょっと変えた方がいいかもしれない。畜生取りやがった。さあ40キロ、これは怖いよ。40はねかなりだよね。さあ匠くんは取れるでしょうか。かなり速いぞこれ、かなり速いんだけど大丈夫かなこれ。頼むのか。よし、はいはい、これ速いって、これやばいよこれ、取る方もやばいよこれ、もうやばいよこれ。いや取れた取れた取れた、やべえ。いやこれ取る方もそうだけど渡す方も結構ね相性あるんで、ロイちゃんも渡すの結構うまいからね、やっぱね、これね大事ね。どうかね、皆さんどう思いますか。これ渡す方がやっぱりねうまいとね、取る方が下手くそでも取れるんじゃないですかこれ。あ、今の訂正しておきます、匠くんには内緒でよろしく。いやこれ早いよねこれね、これ早いって、怖く怖く、やべえ、これはもうなんかもうさっきまで見えてたボトルがもうなんかちっちゃく見える、ちっちゃいものを掴むみたいな感じするから、手の位置とかも難しい、思ってたところに手がないから、ちょっとわざと早く話しちゃってるのはここだけの内緒。てー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 、たくみその後わからん。いやいや、なんかもう速度上がると本当にボトルがいつもの3分の1ぐらい見えるんで、手の位置とかも大変だし、あと取った時も手がね弾かれるんですよ、バーンって。あれ耐えるというかもうなんかなかなか難しい。さて皆さん、今回ですね20キロ30キロ40キロのスピードの変化をつけてですね、ボトルがどれだけ取れるのか、まあ、やってきたんですが、匠くんいかがだったでしょう。いやなかなかこう速度は、うん、最初ね取りやすかったんですけどね、速度が上がるにつれてなんかボトルの場所がもう分かんなくなるぐらいの、なんか小さく見えるぐらいの感じで急に出てきて、あ、バーンみたいな、ね、なんか位置がずれてたりとかね、しましたが、まあ、実際には結果的に僕が45キロまで取れて50キロで失敗、うん、で匠くんが45キロで失敗しちゃった。ああそうですね。でですね、まあ、今回その50キロで匠くん45キロで失敗して、実際に取り方と渡す方と取り方取る方でなんかコツがあったりするんですよね。そうね、僕は結構渡してたんで、うん、結構やってたんですけど、まあ、速度が上がるにつれて、ね、選手もねこう取りづらくなってくるんで、ちょっとフットワーク軽くして膝を使ってちょっとボトルを出すんだけど、うんうん、ちょっと引き気味にこうね速度に合わせて引いてあげると選手もこう弾かないでそのままフットちょっと衝撃を和らげて取りやすい取れるようになったりするんで、うんうんうん、なんかそうやってやってあげるのもいいかなと思いますね、うんうんうん、逆に取る方とかなんかあります。取る方はやっぱりこうそうなんですか、渡す方がフスッと押す、引くか、引く際にその、うん、その引くスピードと同じぐらいでこう押して取っていくみたいなね、うんうん、感じなので、まあさなんて言ったらいいかな、木になってるあのリンゴをこうもぎ取るようなそういうイメージで、やってもらえると落とさずに、まあ、補給失敗することもなくなってくるのかなというふうに思いますね。今回、まあ、失敗してしまって、うん、まあ、ボトルが、まあ、破損してしまったと割れちゃったねこれね、しちゃったんですけど、うん、まあ、実際にはこれなんで破損してしまったのかって、うん、なんで破損するのか、こんな簡単にね、実際にワールドツアーとかあのレースを走ってると、まあ、補給を失敗してとか、することで集団内をボトルが転がってしまうっていうケースがあります、うん、その時に、後続を走っている選手がこのボトルを踏んだ時にこうわざと壊れるような形で、作られていると。なのでそんな簡単に壊れるから良くないんじゃないのなんていうイメージではなく、安全なんだっていうイメージを持ってもらえればなというところですよね。間違いない。ね。
まあ、ということで今回はこういった形で検証してきましたが、実際に取る、取り方、渡し方の方で、まあ、レクチャーもね、うんちく、何ですか、ハウトゥーをですね、まあ、説明させていただいてますし、今後大学のレースとか、高校のレース、そして実業団を走られている方々等々で何かの参考になっていただければなというふうには思っております。今回の動画もですね、参考になったと思っていただけたらね、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。